はい、どうもね、こんばんは。天ヶ崎剛氏、長渕とこでね、今日ね、金曜日ってとこで、どうでしょうか。皆さん、今日も一生懸命に、無事にお勤め終えられたでしょうかっていうとこでね、とか私も金曜日、今週ラストお勤めやってきましたけれども、まだこの時間帯もね、お仕事中の方もいらっしゃるかと思いますんでね、今日やるのはね、これ久しぶり、何年ぶりですよ。これギターやってね、今何年ぐらい、4年目に入ったぐらいですか。まあまあ年数だけは経っててね、結局進歩は全くございませんがそのね、最初の時のね頃にこれを写して書いたっつうね、頃のやつでね、もう全然やっておりませんから。まあまあやっててもやってなくても自己満は自己満ですからね、うまくいった試しがないっつうことでね、まあそれはそれでその持ち味っつうところでね、ご勘弁いただきたいのかなっつうところでいきますか。なんとか今日もね、お仕事を終えられた方の癒し、そして、お仕事中のねラストまで頑張って、くださいという思いを込めてのね、まあまあ、応援歌になればなというような感じでね、明日はねちょこっとこうご無沙汰してますけどね、また一周飛びましたけど、筋トレやらにゃいかんなと、でもね4月に100キロ上げるってね、こんなもん90キロ途中で止まって持てますからね、怖いな思いながらね、これまあ、レアレアねジャンプ、ジャンプ電池をね毎朝、ロードを走るということね、今日聞きましたから、なんとかね僕もね、まあまあ負けますけどね、その勝とうとか思ってないけども、そこには負けずにね、やっていきたいというふうにね今日思いました。ということでね、まあなんとか、体の方もですね、内臓はポンコツであってもですね、気持ちでこうね鍛えていきたいと、60までは筋トレもやるというふうにこう、豪語しておりますから、やっていきたいなというところですね。いきます。今日も一日前運動ね、朝はちょっと僕の方は営業できないっていうところでね、できてなかったところでね、後半まあ先ほど散歩営業でですね、リルクと、まあリルクも一役買ってますからね、言うてももう離陸頼みのところもございますが、今日はちょっと、芝が嫌いです、芝が無理ですって言われてね、ちっちゃい何やらね、バターケンちゃんはなんかクリクリの系のやつね、なんですか、芝が無理です言われても芝やんけ思いながらね、リルどうしようって言われてね、リルクはもう遊びたで行くんですが、振られたなぁいうことで、それでも、今日は40代の女性の方がね一人、リルクと向こうのワンちゃんの名前聞く忘れましたが、このキャップかぶって言ってましたからね、一つは天笠剛氏長渕チャンネルということでね、また帰ってから検索します言われまして、ね、これは見込みやなというところでね、あとはもうレアレアチャンプ、今日は、まあ、3名の方ですか、とりあえず登録ありがとうございましたということでね、ご協力いただいた、方についても、心より感謝いたしますということでね、ありがとうございますね。天崎剛氏長渕チャンネル、今後ともよろしくお願いいたしますというところで、今日が329ですかね、先ほど見た329ですよね、329人とね、まあガキガキガキとですね、昨日も言っておりましたが頑張っていこうというところでね、なんとかまあまあ2月ね、3月のわけでも、まあ、春に向けてね、春に向けてポン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 とですね
行きたいなと、ポンポンポンでね、有名なことを言ったりなんかしておりますが、いただきます。自己満です。よろしくお願いします。ちょっと言い訳ちゃいますけどね、指がね、ちょっとね、やっぱり指こうね、油なくなってくるんですよ、どうしようもね、年できたら。傷つき打ちのめされても、這い上がる力が惜しい。人は皆弱虫を背負って生きている。苦い涙もかじっても微笑む優しさが欲しい。君が愛にしがみつくより、まずは君が強くなれ。Hold your last chance、 小手先で剥がれ落ちる美しさより、 Hold your last chance、 一粒の汗の方がいい。二度と走れぬ坂道も登ったら、 Hold your last chance、 誰かが道でつまずいたら、差し伸べる思いやりが惜しい。人は皆寂しさを背負って生きている。頬を突き刺す怖さがあっても、立ち向かう勇気が欲しい。曲がりくねった迷路で本当の自分を探すんだ。 Hold your last chance、 テーブルに飾られたバラより、 Hold your last chance、 野に咲くレンゲその方がいい。二度と走れぬ坂道も登ったら、Hold your last chance.Hold your last chance.Go on, man.もうちょっとね、伸ばしたかったな、いうところでね。一個手前で、C コード入ってしまいましたところでね。まあ、ゴールしましたところでね。ありがとうございましたところでね。奥に。ところでね。なんとかこれ、いた。もう限界来た、指。まあね。指限界来ましたけど、このファイルがね、なかなかその、久しぶりツーと思われましてね。この中に何が入ってるかっていうのもよくわかりませんが。なんかおまけのねやつを選ぶのも
動で。色をね、コードの色をね、塗ってないやつもいっぱいありましてね、結構ね、見にくいんですよ、ぶっちゃけ。これね、最初にもやり始めた頃にね、できるやつ、できるやつというのをバーって書き写しますやんか。これね、結構乱暴にね、やってますんで、なかなかこう、うまいことね、なってませんが、ああ、おまけこれいきます。これどうなったかな。砂嵐の風が吹いてた。三日月が高く昇ってた。誰もいない工事現場の駐車場に腰を下ろしてた。